それでは、8月2日かけお三賞当日予選枠始めていきたいと思います。はい、盛り上がっていきましょう。さあ、トータン押して始めてください。はい、始まりました、かけおの予選大会。これ0回戦扱いなのかな。 A 状態見ていきましょう。 A 状態がどこだ。カニ VS 正宗ビッグナス。ビッグナスどういうことよ。なるほど、福井勢と新潟勢の対戦。先方出てるのがラグナ、ラグナとバング、先に立ったのはバング側。ユリオリで殴ってたつらい、火のマークつけてワンコンボ。登って 2684ワンダウンから勝利読んで置き攻め、2対空気に。はい、中央に戻してワンコンボ、しかし右ガードして立ち前に戻る。リーグ以内で危ねっ、しゃがみぐらいからマークをつけて攻め継続。ゲランが取ってどうする、立ち前に戻る。リーグ以からゲランがヒット、どうする、入れば切って、ラピアン借りると判断、ワンコンボ。1ラウンド目取ったのがカニ、カニの、これゲアさんだっけ、今ゲアバング。はい、2ラウンド目、立ち回り、ピンから立ち回って、先に去ったのはバング側、ジャンピン引っかかって、転移していく、腹崩れ、これは、お、火のマークゲット前にカットして、立ち回り、どうする、もうつまずい、おっ、足元にどんどんヒットして、ジャンプ 4B からワンコンボ、テレビ、拾い直して、ジェラゴンから、A 重ねる。リーグインから中段引っ張り、ゲラも下がんで 2C が引っかかる、ジャンピータイプ、おうまい、いいディレイ、ワンコンボ飛ぶ、出てこれはアシュラまで、かっこいいな。1ラウンド目じゃねえ、前方戦勝ったのは、カニのゲアバング。拙者の手にかかればこんなものでござる。ベンウィン、マジかよ、カニに来たのかよ。ね、出てくる大将カニは、モフモフさんのテイガと、テイガ The Wheel of Fate is turning。 はい、大将戦見ていきます。まず勝利取って集まってるフリー、わー従来事故して危なかった。エースレッジで止めてじゃんけんポン、回避してゴルゴは2次ノーヒットからシャンバル吹っ飛ばして、立ち回り、こいこい、威力を消えて、おっ A タイプうまい、ジャンディで落としてチェーンで踊っていく、アーサルトグルーから6C チェーンからイエロー PC から 6B 入らつながらない、10段いやーバーストして、立ち回り、おー危ねえ、まず威力をつけることが成功、どうする、くらえ砕けろスレッジスレッジ、おお気まずい、受けてみろ、だいぶしっかり見ている、つながらなくて立ち回り、AD からスレッジラッキャン連掛けなんからこれだ、6B から叩きつけて、よいしょ重ねてバーキャンを耐える、どうする、おおっ2位から重ね直してチャンバーラッキャンから取っている、素晴らしい、崩れてしまったけど頑張ってジョンディから戻ってデレデン緑投げダブルアップ通していく、これはさすがになりますね。ラウンド1ラウンド目取ったのは誰やろう、ナッサン、ナッサンでいい、ナッサンのノエル、受けてみろ、スレッジ砕けろ、おっ危せえからビギドラが、ビギドラが通ってじゃんけんポン、暴れていく、はい、投げていく、よし追加、危ねえ、受けてみろ、スレッジ、さあ始まり、ゲラン、どっちだっけ、ダンスが下がって、ダメージ、ワンコンボ、ダンス、何が、そして、6CT から、6B、デレデレデンと、中段、いやー、見えるわけがない、はい、ガッツのコンボ、もう1回、6CT から、6B、デレデレデンから、
ジェネが使っていない。これは位置が変わって5000だっけ、これ5020。そうそうそう、届かない。ガッキャン倒して爆せ、どうする勝負だから、うわー、おっ回って、まだワンチャンス。ペイガーをドット残すとめんどくさい。どうする、ガジャン寝てしまった。どうなるどうなる、ゲーランバースト嫌ってバーク威力をつける。どうなる、ガミ中断が見えない。勝ったのはナッサのノエル。これで決定戦か。ノエル対バングのっけたナッサのノエルと、店舗戦抜けたゲアさんのバング勝った方が、これゼロ回避なのかね、一度突破になります。おい、ガナグ、お互い距離取ってディーグギヒット、シュランしっかり立っている。暴れ続きに暴れていない。ゲラン、これはうーん、BBC、 そうそうだ、リング重ねてカウンター、嫌って画面端をゲット、投げ抜けて、どうなる、ユリオリータックライ、これは痛い。そうそうだ、届いた、拾えなくて攻め継続、遠くへ、しかし引っかかって立ち回り、ユリオリータックライ、これはピッチが、おっリグリグリグダーキャン、どうする、ダンジャリー、よし引っかかる、無理よりダッシュアイ、1ラウンド目取ったのがゲアさんの番組。レボン2アクション、おい、やっぱ距離取って無理はしない。どうする、 D 組投げて C がヒット、ゲランが見えない、バーストで嫌ってダッシュ回りへ、いろいろあってジャンシーがカウンター、ギリーからワンコンボ、画面端に到達して、ブルームトリガーから 6cc、 何もしない、うっ、うん、気まずい、オーケー、しっかり見える、ちょいと多い、 D 組から繋がっていな、いな、繋がっとるな、これ前編を通して2連発するぜ。どうなる、 B が置いてある、無理はせずに画面端に運んで B 組を重ねて、1がいろいろあった、さあ C が引っかかってワンコンボ、そうそうだから拾い直してワンコンボ2839からの何時暴れ潰しが引っかかってバーストキッチていく、あー置いてやった、勝ったのはギャルのバングということで、抜けたのはカニチームです、おめでとうございます。ノエルドロップ、いくら格好をセクシーにしてもそのムとりあえず怖いからその銃口を下げてもらえんだろうか。何台でやるの、The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. おい、鏡を見ていきましょう。ハグメンとバルゲン。先に触るのはバルゲンっぽい。バスヒットはバルゲン側。わあ。なんかよくわからんもんがカウンターして立ち回り、おお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 おから入る、おお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 お無理はしない、まだから入って立ち回り、ゲージも回復してもう一回戻る、おー、どっか行った、 ACC 見えるわけがない、ドロップキックから届くか、届いた、 BC から BBC、 ドロップキックからの AAAB まで1ラウンド目取ったのがこれびっくりさんのバルケン、ウォーミングアップ、それはそれで、ああ、じゃあ仕切り直しです、申し訳ない、バタバタしました、なかなか開幕でもないな、2ラウンド見ていきます、強い中断トラブルから復帰して、ラウンド復活、中断かな、どっか行った、リバウンド拾っていく、ガッカー、倒してボタル、しっかりボタンは効いている様子、大丈夫だ、ジャンシー、おお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 お、あ、これは3720、いいヘリ、これは回復して
A からマンコンボ T アギトロスレップ投げガーディアンの固めでタイクサウンダーここまで拾っているローリングコバットからワンコンボノーズレパートから入る相打ちラウンド返して最終ラウンドへレボン3アクションはいどうなる大谷がカウンタードロップキックからロズリーうわーそういうネタ今体ずれましたよね青いゲロ問題ないもう一回ゲランからゲラン飛んでいたシューラン見えなくてバーストキッチング残です危ねえ肩から入ってもう一回立ち回りどうするうわーシューラン大神シーが見えなくて折り返してビンチドロップキック高いシーラン見どうするああ、ちょっと緑投げをどうするダンテスバーストやっていくどうする中段が通ってキンメルラピアンから4回いったカウンター確認していく素晴らしいいろいろあったけど勝ったのはびっくりするわけねえ大将戦でございます出てくるのはこれココさんかココさんのカグラとライチなんか出るぞ矢印なんか矢印が出ましたよ俺こういうの大好きノエル側が上に矢印取ったランクアップ戦ゼガヒデも勝ちたいパナスケさんのノエル中段やードンキがヒットしてワンコンボはい、戻ってジャンディから戻ってはいだから攻め昇竜読んでアバルシー昇竜クレパスマーマジでしっかりしてバーストを吐いてギラっていく2リとりあえず2リで様子見てどうなる無理はしないおっ2リとほらこれで暴れていく悪くないどうなるうわーなんか意外ってなこれすればすればけど距離が通ってからからエランから昇竜拳おねやじ中段しっかりさせて巻き返してでも昇竜拳でああどう重ねて暴れがおっ潰れた弾重ねてエランから引っかかってキラッとバスト立ち回りへどうなるうアクションでプレタクマこれは非常がいいよね一応とはいえありそうメインリードまでしっかりとやって1ラウンド目取ったのはバナスカのノエルランクアップにリーチこの身内中であるはい2ラウンド目どうぞで暴れすぎて繋がらないどうぞうわープラスゲーマイナスだったけど無理にしてな何も起きないどうなるまだまだ届かなくてもっと出てるよ B 2C からジャンキー置きロビーおー立ってるマジっぽかったスラストリガー何も起きないあうわーそれめくりあっ弾固めて中段からの何も起きなくてどうなる引っかかってどうなる中段6に届かない搭載昇竜拳暴れていくめくってジャンディーシロしっかり出して届いて画面端でワンコンボ右からジャンディジャンディなんか持って切れてねこれ超ダッシュ昇竜拳動いてしまったバレットレインで勝ったのはバラツランノエルおめでとうございますすごいランカップおめでとうございます